竹田純教務長の中森です。それでは今回も質問に答えていきましょう。竹田塾チャンネル。中森先生は中森明菜と関係があるんですか？ないですね。いや、祖先をこう追ってったらひょっとしたらあるかもしれないけど、私実はこの中森って名字は母方姓なんですよ。で、これ三重県っていう話はね、母方の出身地が三重県っていうのは前に話したとは思うんですけど、そちらの地域では結構中森って名字は意外と多いらしくて、室町時代には中森城っていう城があったらしいですよ。なので、まあ、意外とその辺の出身地の方は、まあ、中森って人は多いみたいとは思うんで、ひょっとしたら、まあ、何らかのつながりが数百年前になったらあるかもしれないですね。でも親戚とかでは全然ないですね。高2です。学校の定期テスト、受験勉強どう両立すればいいのか、効率的な方法などあれば教えていただきたいです。学校の定期テストの範囲を参考書で勉強するようにしていけばいいと思いますね。あと、できれば先取りできるように勉強していった方がいいと思います。先取りでやっていければ、要はその自分で独学して学校の授業よりも先に習得して、で学校の授業を復習に使うみたいな、よく分かんないところとか授業で分かんない部分だけ聞いてフォローするみたいな形でうまくやるようになれば、かなり勉強の効率が良くなるかと思うんで、まあ、そんな感じでやれるといいんじゃないかなっていうふうに思います。今革新を使ってます。解説は理解できるのですが、初見の正解率が低いです。このまま革新を使っても大丈夫ですか？また基礎問みたいにインプットで使うのありですか？まあ、インプットで使うのはやめた方がいいかなとは思うけど、革新を使うこと自体は問題ないと思いますね。で、仮に解けなかったとしても、何の情報までは読み取れるのかとか、なんていうか試行錯誤をするってことはしっかりやった方がいいんじゃないかなっていうふうに思いますね。なんかこう解ける解けないっていう、こう二択じゃなくて、ここまでは理解できたんだけど、こっからどうすればいいかわからないとか、この解き方になる理由が何でなるかわからないみたいな感じで細分化して、どこまでなら理解できるかっていうのを考える習慣をつけていった方がいいかなっていうふうに思いますね。特にそのね、革新とかいわゆるマーチとか地方国公立レベルの参考書に入っていくと、今までの知識で分かる部分と新しく習得しなきゃいけない部分と、今までの身につけ方じゃ足りない部分とかが出てくるんで、そういうところを一個一個身につけていくためにも、まずそのね、今のうちに必要なこととかをちゃんと分析していくっていうことから始めていくといいんじゃないかなっていうふうに思いますね。新テストの現代文は記述が出てくるってとこ以外はほぼ変わりませんが、いや結構変わってますよ。聞いてくることとかも変わってくるし、文章も自体も結構、まあ、今までのものとは傾向違うかなと思うんで、詳しくはね、実際のその大学入試センターっていうところで問題ね、サンプル問題公開してるから、それ見てもらえればいいと思うけど、やっぱり今までと読み方とか、こう得なきゃいけない情報とか、その場で何を考えなきゃいけないとかは結構変わってるとは思うんで、そこはぜひね、見てもらって、ね、理解してもらえるといいかなと思います。まあね、そのうち科目ごとのね、どういうふうに変わるかとかね、どう対策すればいいかとかもまとめてね、またね、大学別みたいな感じで出せればと思いますけど、まずはね、そのセンター、大学入試センターの方で確認するといいんじゃないかなって思います。高3早稲田政経志望の竹田塾生です。先日英語のマーチレベル突破しました。おめでとうございます。いい感じですね。しかし突破テストの長文で答えに関わる部分は読めたのですが、答えに関係ない部分のところで意味が分からなかった文が何文もありました。このままの状態で本当に早慶コース行っていいのでしょうか？まあ、進んでいいとは思うけど、同時並行で復習出してもらった方がいいんじゃないですか、それだったら。そのまま進まないで停滞する必要はないとは思うけど、まあね、ひょっとしたらまだ今の参考書やってる時に抜けがあるとかもあると思うんで、だからまあマーチの過去問やるなり、今までの参考書マーチレベルのものをやり直すなりっていうのは随時入れてもらいつつ、まあ、ポレポレとかね、その辺に進んでいけるといいんじゃないかなっていうふうに思いますね。早稲田の文系学部、政経社会科、小国際教養、人間科学の中で得意不得意を考えないものとするなら、選択科目を社会よりも数学にした方が賢明だと言える学部はどこですか？まあ社会と人科かな、この2つだ。で逆が小かな、とは思いますかね。まあ、露骨に数学がむずいのが小なので、まあ、小は結構数学選択だときついかなっていうので、逆に人科は数学かなり簡単なんで、まあ、人科だったら数学はありかなっていうふうに思いますかね。はい、といったところですかね。今回は以上です。竹田塾公式アプリルート竹田ができました。入試までどんな参考書を使えばいいかがアプリで分かります。カリキュラムや参考書の使い方などを一目瞭然です。ぜひインストールしてみてください。